こんにちは、チョメです。今日は飛び出せ動物の森をやっていきます。妹の動物の森でやっていきます。住民登録、いや妹にちょっと借りましたわ。住まわせてもらいます。猫さん来た。はい、あ、そうなんだ。どうぞ。だから今回飛び出せ動物の森は夢見の森の探検をしてみようかと思ってます。わざわざ作らない。チョメ。ちっちゃい文字は？決定。ありがとう。これかっこいいでしょってやったら、あれか、男の子になるんだよね。ありがとう。初めて。いや、行ったことないっていうのは嘘だな。秘密にしとこう。行ったことはある。なんかドラクエっぽいだよね。もちろん秘密。あ、これって顔パーツが決まるんだったっけ？あ、でも美容室で大丈夫か。やるな。後から変えれるよね。ありがとう。あ、リセットさん来るんかな、新しく作った人にも。どうなってんだろうね。これ1年ぐらい放置、1年じゃないわ、3年ぐらい放置してるみたいだよ、この動物の森。よーし。到着しました。いいね、音楽。和むわ。音のバランスとかいいかな。こういう目か。ちょっとポケットタウンと違うけどね、顔が。ちょっと美容室で変えるからね。はーい。役場どこだったっけ。しずえさんだったっけ。あー、ここだね、役場。よしって、え、なんか右に通路できてね。何これ。なんかいろいろ変わったんだな、アミーボのやつで。じゃあそのアミーボで追加されたやつもやってみるか。お邪魔します。わあ、いっぱい置いてある。お花もいっぱい。じゃあちょっと役場に行きましょうね。よいしょよいしょ。役場はどこだ。役場桃があるね、黄金の。これドラクエだね。これが海蔵さんの家か。あ、ちょっと今日19時50分に編集してるから、編集ってかやってるから空いてないな。ここかな、役場さん。妹の町へ来ました。静江さんがおった。はい、はーい。決まってない。立てるところあるか、これ。大丈夫？ちょっと後で土地を見てみよう。あ、一応2つ家が立ってんのか。じゃあちょっと行ってみるか。カットしないよ。ちょっとグダグダだけど許して。まあ今日はグダグダだけど、なんだこれ。ポストが爆発しそうになってるぞ、これ。大丈夫か。ここの橋を渡るか。じゃあ走ったらいけないんだよね、確か。花が散っちゃうんだよね。ここ果樹園か。どこだ、役場。上か、上にあるんだ、この上か。ああ、思い出した思い出した。ここは走っても大丈夫なんだよね、こうやって。どこだどこだ。これなんか発展しすぎといて、どれかどれだかわかんない。これかな、たぬきハイジングか。年中無休。まあ、別に飛び盛りで町を育てるわけじゃなくて、夢見の館を巡ろうと思ってちょっとやってるだけだからね。はい、あ、来ましたよ。まだまだ。
わかんない、まだ。はーい。どこに建てよう。どこか空いてるとこあんのか。この右は果樹園だから無理だよね。ああ、ちょっと遅いよ。ほんと。メタボじゃねえか。いや、タヌキファンの人がおったらいけんな。この辺はもう果樹園だから無理だよな。ここ家建ってなかったっけ？ここ建てる？なんか住民の家が建ってたような気がするけど。でもここはちょっと不便か。港に近い方がいいのかな。音楽いいね。ピラミッドがある。この辺もいいかなと思ったけど、ダメか。どこがええんやろ。ここ？ここ建てたら不便か、でも移動の。ここに近い方がいいよな。こことかにする。この家邪魔やな、この家。お前引っ越せ引っ越せ。いや、岩があるから無理か。この辺でもええような気もするけどな。ね、海岸近いしね、こうやって。なんだよこれ。不採点あるじゃないか。誰だお前、ここの家。チャーミー、何やってんだよ。まあ、ここはええかもしれんな。一番端っこ、バラだらけか。赤バラか。まあ、ちょっと待ってよ。なんで落とし穴あるの。嘘でしょ。はめられたわ。音楽も変わっちゃったし。お金拾わんよ。これ何、何も落ちてんの。何、何これ。99,000ベル。99,000ベル。いや、これ拾わんか。まあ、夢見の館だけだからね。これはラダトームだね。ドラクエ1だね、これ。こっちは建てる要素ねえな。やっぱあそこの港ぐらいかな。ここなんだ？誰だこいつ。ガリガリの家。この辺は無理だな。テントがあんのか。これサトウキビか。どうやって決めんの？ここに。うわぁ、ちょっと待って。ここ。違います。左右と奥に4歩ずつか。ここはここで不便だよな、遠いし。どこがええんやろうな。夢見の館行くから上の方がええんやけどな。ここは無理なん。ここあー、広場が近いからダメなんだ。ないな、建てる場所が。しょうがない、ここにするか。ここがいい。どんな感じになるんだろう。あ、いいんじゃね、そこそこ。あ、でもちょっと考え直そう。チューリップの上か。だからここ道があるんだよね、確か。こうか。もう一個下の方がいいのかな、これ。
チョメです。ここに立てようと思います。はい、ここにします。ここしかなかったあ、なるほど、時間がかかるんか。あー、いい感じに立ったんじゃね。隣に木もあるし。お金かかるんかい。当たり前か。テントかいまあ夢見やるからいいわ。よし、ポストなんか雨が降ったらやばそうだな。あ、住民登録か。はーい。ちょっと待ってね。あ、破けちゃった嘘でしょ。じゃあ入ってみるか、テントの中。ランタンが確か置いてあると思う、一個だけ。ランタンすらないんかい。だからこうやってなんて言うんだろう。ほらほら、いい感じじゃね、これ。あ、プレゼントがあるよ、プレゼントが。なにこれ、銀のスコップ。ほら、木もあるし、こっちで見れるしね。いい感じのところに建てたわ。まあ、道はこうやって引っ張ってくるけどね。ここに建てようと思ったんだけど、なんて言うんだろう。ここになんか置きたいなと思ってね。置けないか、崖が近いから。なんか置き置きは広い方がええなと思ったんだよね。ここに建てたりは、ここに建てようと思ったんだけど、後ろがなんかね、なんて言うんだろう、ごちゃごちゃになりそうだったから、ここに建てました。ここに住民が家建てることもないからね、ここはちょっと自由に物を置けるかなと思って。で、今回何やりたいのかというと、夢見の館やりたいんだよね。ここだったかな、夢見の館。え？ちょっと仮眠していますの、起こさないでください。嘘ここ夢見あったっけ。あ、ちょっと町役場行くか、じゃあ。ちょっと待って、夢見の館ができないんだけど。夢見の館放送をしようと思ったんだよ。愛花村とかいろいろ行ってみたいなと思ったんだよ。はい。あ、住民登録してないからいけんのか、夢見の館。どうやってやんの。あ、市役所か。バッチリですよ。お金が困ってるけど。いや、お金落ちてたわ、9万9000ゴールドとか。よーし。お誕生日教えんの、これ。秘密にします。はい。オッケー。まあ、モザイクかけても誕生日は秘密にしとくわ。見せないようにしないとね。はーい。そっぱっか。
いや、てか正直な生年月日にしなくてもよかったのか。夢見の館やるだけだからね。あ、セーブしています。お、お前つば九郎やん。わあ、ちょっと待って。よし、あ、スタートボタンね。なるほど。ちょっとつば九郎じゃない君。つば九郎やん。ポケットタウンでおるよ。ポケットタウンじゃポケモリでおるぞ。いや、久しぶりやね、ほんと。てかこの音楽めっちゃええな。ちょっと妹の家見てみるか。いや、勝手に入ったら怒られるか。やめとこう。よし、これで入れるんじゃね、ここ夢見の館。あ、入れた。じゃ次回は夢見の館でアイカ村に行きます。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。いらっしゃいませ。心地よい夢をご提供するリラクゼーション夢見の館へ。はい、できます。では次回へ続きますね。だからあのマップがなんか追加されてたから、アミーボのミニゲームとか島のやつもやるかもしれません。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。